来年3月の北海道ボールパーク F ビレッジの開業を受けて JR 北海道はナイター開催日に臨時列車を運転することを発表しましまた JR 北海道の綿貫康行社長はボールパークの最寄り駅である北広島駅の札幌方面ホームの延伸や新たな改札口の設置などの改修工事が終了したことをきょう報告しました。 また、ナイトゲーム開催日の夜9時以降には通常ダイヤに加えて北広島発札幌行きの臨時快速列車を6便運転することを発表しましたさらに通常は北広島に停車しない特別快速エアポート2便を時臨時停車させて札幌へ帰る客の輸送力を強化します。お客さんが集中 すすることが予想されますので安全をしっっかり守った輸送,を輸送サービスをです、ね、行っていくということがもう何よりもいい肝心なことだというふうに考えておりますので一方、ボールパーク前に建設予定の新駅に関しては調査・設計しているとして今年度末までには工事費や工期を明らかにしたいと述べました。